こんにちは皆さん。今回は芋です。じゃがいも、さつまいもにはビタミン C がいっぱいですよ。ビタミン C は抗酸化作用が強力ですね。芋類のビタミン C は加熱に強いんです。料理しても、多くのビタミン C が取れますね。そうなんです。抗酸化作用の他に、NK 細胞の活性化も期待できるそうです。里芋や山芋はどうでしょう？里芋、山芋、長芋もですが、あのぬめりがいいんですよ。ぬめりの成分は、ムチンという水溶性の食物繊維質です。そうなんですね、お腹の健康にも、いいんですね。疲労回復効果も、期待できるということです。芋類を食べると、便通も良くなります。ヨーグルトと一緒に食べるといいですよ。お腹もすっきり、気分もすっきりですね。会食会便は、美容の基本ですからね。綺麗に、すっきり、美しく、なりたい方は芋を食べましょう。ホクホクの、さつまいもが食べたくなりました。